富士にこの東京の日の出を撮るっていうんで、その奥多摩へ夜行ったわけですね、ロケでもって。まあ、クルーと一緒に車で着きましてね。で、すごいんですよ。周りにそうたるこういう木なんですよね。で、その木の下に蔵なんですね。白い壁の綺麗な、あれは蔵を直したもんなのか、それとも新たに作ったもんかわかりませんけど、お蔵がありましてね。そこが私の泊まるとこなんですよ。で、どうぞ稲川さんお入りくださいって入りましたらば、綺麗なこのフローリングっていうんでしょうかね。板引きになってまして、一つ二つ部屋があって、三つ目でしたかね。その三つ目の一番奥の部屋が私の部屋でした。非常に清潔で綺麗なんですけども。ただ冬場ですから、日の出という時間考えますとね、大体7時10分ぐらいには日は上がっちゃうんですよね。となると山へ上がって、その日の出を撮るわけで、どう考えても3時なんかそこには上がってなきゃまずいだろうから、その時間に出ましょうかという話になったんですよ。で、私ね、自分の部屋の窓をポーンと開けたんです。された小さな障子みたいなのがありまして、開けると、小さな窓から笹がこう見えましてね、その向こうに我々が乗ってきた車がポツンと止まってるんですね。駐車場の裏手なんですよ。で、目覚ましつけときましてね、2時回った頃かな、目開きました。ところが、この洗面所がないんですよね。弱っちゃったのどうしようかなと思ってね、やっぱり一応テレビに映る身ですから、洗面所を探そうと思って、あ、それでじゃあ母屋行こうと。で、やっぱり寒いですから、私ズボン履いて、シャツつけて、で、上から浴衣着て、で、土手が来て、変な格好で持ってですね、その洗面道具持って、このひたひた出たわけですよ。で、その奥の玄関口行くと、桁が、旅館のがありましたんで、靴下履いたまんま桁突っかけて、ガラガラガラって開けましたらね、そらすごいんですよね。本当に満天の星なんですよね。うわぁ、東京でこんなに星があるもんかなぁと思ってね、周りはうっそうたる気なんですよ。さてな、どっちかと思ったら、私駐車場から降りて、すぐに、その、お蔵へ来ちゃったもんですからね、母屋の方向知らないわけですよね。で、どうしようかなぁと思ってまして、今日行ってみたら、ちょっと渓谷になってるんですよ。渓谷の下に、長い屋根が見えたんですよね。古い長い屋根。ああ、そうか。あの屋根、あれ、旅館だなと思って、母屋行ったろうと思ってね、そのまんまその、横へ歩いてって、その、崖の下にある、その渓谷のところにある、その母屋向かって、こう降りたんですよね。階段を、とっとことっとことっと、こう、ちょっとぬかるんでましてね。それで降りてって、その母屋の前に立ったんですよ。下に落ち葉とかね、枯れ草みたいなのがわっさーっとしましてね、これまた随分古いなぁと思ったんですよね。使ってないみたいにね、古いんですよ、それも。汚れてましてね、時代もんで、板張りで。で、向こうでさーっとね、川の流れを音がするんですね。さーっとするんですよ。あー、これはきっとでも、夏場いいんだろうな、涼しくて、渓谷の下ですからね。それで、水はすぐそばですからね、秋はさぞかしこの紅葉が綺麗なんだろうな、と思ってました。で、それはまあ、ほら、昔の格子の玄関みたいなのありますか、それ、ガラ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 って開けて、それで、ふっと中いっぱいちゃうんですよ。いや、冬ですよ、さ、寒いのは当たり前だけど、家の中もすごい寒いんですよ。うおー、寒いなーと思ってね。で、おかしいと思ったんですよ。普通でしょ、普通旅館の玄関なんてのはね、四六時中明るいですよね。なんかこう飾ってあったりなんかしましてね、下駄が並んでるでしょ、旅館の下駄がね。ないんです、何にも。あれ、これ全部おかしいなー、こんなもんかなと思って、こっち見たら壁だし、向こう見たら長い細い廊下がずーっと繋がったんですよ。で、暗闇に消えてるんですよね。玄関の入り口にはちっちゃい明かり1個ついてましたがね、中真っ暗なんですよ。でもまあ、夜中だから全消したんだろうと思ってね。で、私、下駄脱いで上上がったんです。やけに湿気っぽいんですよ。で、こっちが座敷なんでしょうね。その向こうから流れがザーッと川の流れが聞こえるんですね。で、そこ私、ピッタ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 歩いてまして、洗面所はどっかの谷がありますからね。で、ひょっと見たら、斜めに上がるこの廊下があって、その向こうに洗面所らしいのが見えたんですよ。ブリッカなんかとかやってあるやつ。古い小さなね、洗面器、あのパターンですよ。それで上がってって、このちっちゃい鏡がありましたから、ひねったらお湯は出ませんでしたけど、水が出たんでね、水でこう体、顔洗って冷たかったけど、そのままシェービングクリーム、ひょっと塗って、こう、手で鏡ちっちゃいの眺めて、血が取ったんです。私電気鏡とかできないんですよね。血が取ったんですよ。で、そうこうやってましたね、突然後ろ持って、ザーッと、ゴワッと持ってみたの。真っ暗なんですよ。なんか入り口があるんですね。どうも風呂場らしいんですが、それでカーンとかカツンと音がするんですよ。掃除をしてるらしいんですね。夜遅くにお風呂へ入った方いますよね。お客さん入りますよね。飲んで騒いだと。で、その遅いお風呂が終わって、朝からまた入る方いますから、とんでもない夜中にこの掃除をするんでしょうね。大変だな、旅館ってな、こんな時間に掃除をするんだなと思いながら、この歯磨きをやってたんです。でね、カタカタ動いてるのは分かったんですよ。そのうち動きがパタッと待って、あれと思ったんだけど、そのまま知ってましたらね、ふわっと風が抜けたんですよ。狭い廊下ですからね、狭い廊下でこうやって洗ってますから、後ろふわっと人通ったんですよ。ふっとこう風取って、白いようなこう人影がね、このちっちゃい狭い鏡にパッと映ったんで、あーどうも大変ですね、お邪魔してます、って、声かけたんだ。ところが返事もしないんだろ、感じ悪い女だなと、その時私思いましたよ。返事もしないで行っちゃったんです。さあ顔も洗い終わった歯磨いたんで、私、また洗面道具持って、
その斜めになってる坂になったその廊下降りてって、さっきの長いとこだったんです。真っ暗ですよ、本当に。夜中で。明かりないんだから。で、こちら側って言うと外側が、その昔のガラス板のね、板ガラスになってるんですよ。それはちっちゃい窓がずーっと座ってるんですね。そこから、かすかな明かりが入るんでしょうかね。それ頼りにピッタ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 って、途中まで来た時かな、ゾクッと寒気したんですよ。すごい寒気した。うわー寒いと思って。なんだこれと思って、気分悪いから、ピタ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 って歩いて、急いでですね、玄関行って下駄履いて、ずんとそのオクラの方の部屋へ戻って、そのうち支度してるうち、あっちこっちからガタガタ音がし始めて、みんな準備始めたんでしょうね。で、出かけることになりまして、まあ、山上がって、日の出は見事取れました。降りてきて、まあ朝ごはんとも昼ごはんともつかないような時間帯の食事をして、そこの旅館でもってこの、要するにあの料理の紹介をするわけですよね。で、その料理の紹介するときに何がこう、言うとはなしに私あの、おかみに言ったんですよ。いやー、気の参っちゃった、寒い中ね、洗面所探して出かけたんだけど、出ないちゃったなって言ったんですよ。だから、へってから、いや、洗面所なかったもんだからちょっと苦労しちゃって言ったら、いや、ひのさん、洗面所ありますよって、あなたの部屋に。え？ある？いや、こちらの木の板がどうでこうでってから、それあったような気がするけど、じゃあ、私ほら、早川店する人間ですから。あ、そう、あったの俺知らないから、オンエア行っちゃって、って言ったら。いらっしゃいましたって、行きましたって。で、何時頃ってから、いや、あれ3時半には出かけてるから、2時半か3時か、そんなもんかなって言ったんですよね。ほら、そうですか、いらっしゃったの気がつかなかったけどって言うんですよ。その時、ふっと思ったのね。というのは、今料理をシーンを撮ってますわね。ここ、オモヤなんですよ。ということは、私別の建物行ってますから、いや、私、別棟行っちゃったったんですよ。どちら別棟っていうか、いや、あの、ほら、この崖の下の、あの、あそこですよ、言ったんですよ。長い屋根のあるね、渓谷のとこにある、建物だっつったら。行かれたんですか？で、あの、渓谷のとこあるでしょ、長い屋根のってのあれ、うちじゃありませんよって言うんですよ。え？あら、こちらじゃないのって、いや、うちじゃないですっての。あれ、昔からあるんって。だって川流れてるし、夏はいいでしょ、秋は紅葉じゃない、釣りはできるし、川の流れはって言ったら、いいとこなんですけど、うちで旅館をやる前からあそこ、もうすでに辞めて何もやってませんでしたよって。あ、そうなんですか、知らなかった。だってあそこ、稲葉さん入れましたと、入れましたよ。電気なんかついてましたって。いや、あの、入り口、出口って、なんか真っ暗でしたよって。水かお湯出ましたってから、いや、お湯は出ないけど、水は出ましたねって。あ、出ましたか。なあーったら、いやじゃあ長く座ってないって、そうか、私知らないから行っちゃってさ、すっかりやって、もうでも、あそこでもって、顔洗って、髭取って、歯磨いてねえって。え？だってあそこやってないって言ったけど、昨日あれでしょ、私この歯磨いてる時に、人を通ってて、風呂場でもって、あの、片付けもしてましたよって言ったら、え？風呂場があって、いやだから風呂場でもって、片付けもしてましたよ、なんか準備かなんかでもって、女の人がって言ったら、女将が、真っ白なんですよ。いやさ、それ本当ですかって。いや、本当も何も。だって私、歯磨いてて後ろでもって、風呂掃除してましたよ。で、通ってったんだからって。挨拶したんだけどね、私。声もかけてくんないで、向こうは。稲川さんだったらそこ、風呂場ありませんよ。って。え？いや、風呂場あそこないんです。なんでって。だってあそこお風呂場が火事で燃えて、あそこで、あそこのお金がなくなってるんですよ。って言うんですよ。と思ってね、昼間のことですから、荷物を置いて、そのままちょっと、割と見てくるから。で、たったったって言ったら、私昨日その渓谷寄った階段？階段じゃないんですよ。崖が崩れて、それで階段に見えてたんですね。私そこをこうやって下降りてったんですよ。うわーと思ったけど降りてってみたらば、玄関の前はやっぱり嘘っつたの落ち葉なんかでもっていっぱいでしたよね。それで、私が昨日立った後みたいに見えるんですが、そう言ってったら、昨日電気？電気なんかないんですよ。ただあの昔の玄関風のね、あの曇りガラスのあの格子の戸があるんですよ。と思って、こっち手つけて、カッと開けてみたんですよ。嫌だなと思って、カッと開けてみたんですよ。隙間が開きましたよ。10センチくらいかな。そこからちょっと詰まるんでね。で、覗いたんです、ほっと。やっぱり怖いし、好奇心があるし、かといって確かに私昨日そういう体験してますからね。覗いてみると、玄関に一度当たりが立った後、下駄の跡が残ってるんですよ。あの、湿り気のところを踏んでいったもんだから、ぽっと残ってるんです。私がいた後でしょ。私、下に違いないんです、そこに。それで、廊下の方が、ここに溜まってるんですよ、ふーっと。おい、よせよ、俺はここ歩いたのかと思って。昼でもこんな暗いのよく俺歩いたなと思いながら、ふーっと押しよう、入ろうか入るんだと思ったけど、やはりさすがに怖いものがありましたね。やめようかなと思って、どうしようかなと思って、もうやめとこうと思って、バーン閉めたんですよ。途端に、その曇りガラスの玄関に、私の姿やその後ろの景色がパッと映ったんですよね。昨日真っ暗だったから、私何も見えなかったわけですよ。で、見えたんで、と思って、そのまま閉めといて、くるっと閉めたんですよ。その時、私驚きましたよね。というのは、昨日降りたあの階段、石が崩れてるんですが、その階段から左側全部、こう斜めの傾斜の土手になってるんですが、そこみんなお墓、全部お墓なんですよ。そのお墓の崩れた部分が階段みたいになってて、私そこをこう通れて行ってたんですね。渓谷の長いこと使われてない土管がちゃんと今でも
片付け物をしていて、客の来るのを待ってるんですね。真夜中の冬の出来事でした。